ちょっとトイレ行ってきた。あと扇風機俺に当ててる。和骨です。お待たせ。いやー暑いわー。なんか曲鳴り始めたぞ。こんな絵あったっけ。なになに、どこどこどこ。和骨&センタル、和骨です。いってらっしゃい。これ書いた中止って本当にね。すごい、これちょっと期待されるよな。ちょうど逃げなくていいよ。見ていけばいいよ。めっちゃ反射してる。何の声。よくできてんな。音が飛ぶのが逆に怖えんな。開発中止を発表したよね。中止というか停止というか何なの。これは関係ないんだけどね。これはサイレントヒルのプロモーションゲームだから体験版ではない。でもこういうこのクオリティで作りますよってことなんでしょ。だからそれはね文句言われるよ。はい。なんかやんなきゃいけないのかな。この下を通ってこっち行けとか。和骨です。ダメか。あったあったけど読めねえ。なんだよ、読めてよ。読めてよ。はい。アイキャン。なんて書いてあんのこれ。まあそうだよね。でも、これがサイレントヒルになるわけじゃないでしょ。全く関係ない。字幕出ないからわかんないんだけど。俺には無理だ、英語は。読んで、誰か。ちょっと待って。ゆうたさんいらっしゃい。ちょっと翻訳しようかな。読めねえな。電話コーリングトゥーミー EL。声が、から聞こえるみたいな。え？あ、コーリングって呼ばれるってこと？音が飛ぶんだよ。あれ？なにこれ？ L ってなんじゃらほい。 L へ電話しなさいかな。え？ LO。 音が飛んでるのは演出なんだろこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、これ放送がカクつくぞ。電話をする。あれなんか消えたよ字が。おい、なんか字が消えた。字、文字が欠けてる。 LO。 なんか今 H っていうか、なんか変なホホスっていう字みたいなのが消えたよね。どっか字が書いてあるのかな。ね、どっか行ったね。元気。うわ、USB だから。笑ってる。あれ？なんか、あ、なに？なに？開いた？ヘルって書いてあるよ。なんか違うね。変わったね。地獄？地獄が何？なんだよ。なんか情報は？ LO ってなんだろう？さっきの H と字体が一緒だったね。あ、こっちのがあっちに行ったのか。もうないか。私には彼らが地獄から呼ぶ声が聞こえると書いてあるかな。ロリコン雑誌だよ。あれもうアマゾンで売ってないよね。ここは最初ハローだったのかもね。からヘッル、そしてハロー。へえ。これ発売しても問題ないね。これはこのままなんかこういう風に抜け出せない場所があって、抜け出したと思ったらまだなんか続いたみたいな感じで、でそこに深いストーリーとかなんか気になる ストーリーがあれば十分いけるよね。そんなにだからボタンアクション性も特にないし、ボタンも特に
ああいうトリック、あ、時間進んだ、マジか。非常にの、なんだこのゴージャスな脱出ゲーだよね。モチベーション上がるような何かあれば全然いけるよね。とか、どちょ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 、さっきのあれがクマ見た時の英語が分かんなかったな。特に変化はないこの辺は。見て戻すとハローの文字が移動してヘルになる演出でした。なるほどね。あ、なくなった、 G なくなった。うわ、赤いし、あーなんだよお前、そんなとこついてなかったよさっき。ちょっと消えたし。英語ジョークか。へえー、ギャーン、ぶら下がってんね。バロー赤の扉。おう、なんか言ってるけどわかんねえな。せっかくだからなんか2回あるねこれ。赤の扉、開いてる？いろいろ開いてるよ。このゲーム。まあまあ開いてる？え、あれ？クリムゾンを手に入れなければ。10年前のことだったな、それは。いやー足元変わらないね。これは。あ、なに？なに？なんかぼやけてんだけど。ん？デスクリさんいつ開発進むの？なんか暗いし、なんか目玉がギョロギョロしてない？なにこれ？ジフアニメみたいな。ああ、絵が全部目玉になった。あ、なんだなんだ？なんか、ブラーがめっちゃかかるんだけど。うわぁ、なんかこういう方が逆に気持ち悪いね。デスクリでお茶むせた。出たよ。あれ？懐中電灯なくなった。あ、なんか部屋違うし。おい、奥の部屋が違うぞ。トイレも色、何？たまにもやんってなる。赤ちゃんいない。おう。何もない。シャンプーとかあるけど。ん？ん？こんな部屋じゃなかったよ。なんか左にある？見えない。暗くて見えないけどあるよ、なんか。あ、電話の場所が逆になってない？なんだこれ？ん？ん？あ、逆だ。カオス。超実写見て。え、どうなってんのこれ？いや、あれ？ん？はぁ？電話が2箇所になった。ああ、違う、まだだ、まだある。あれなんか見なきゃいけないことある？目悪くなりそう。そうだね。なんか眠そうになってる、映画。クマは関係ある？ぼやーんとするなぁ、おい。字とかもないし。あ！トイレ。バーチャルボーイかな。バーチャルボーイじゃない。おい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 、なんかぐっちゃぐちゃになったぞ、家の中。ちょっと見づれ、非常に見づらい。目がでかいと。ゴキブリいなくなっちゃったね。匠の粋な計らいかな。電話よ。てか足速くなったな、なんか早く行けってことこれ。うわ、クマがいっぱい量産されたな。なんかあんのかな。お、なんか違う、なんかこれ、これなんだ、目じゃなくなったな。なんだかわかんない。ベロ？行ってみようか。目？数字もなんかあったのかな？あれ関係が20なんだろうっけ？モーションブラーが、モーションブラーきついです。行こう。早いんだよ、移動が。なんでこんな移動早くなった？これ。なんかヒントねえか、ヒント。見づらい。定期的にもやる。おお、トイレ。うん、字が書いてある様子もない。
そしてなんかぼやけるし足速いし。トイレ落ち着くわ。色がね、まだ。なんかあんのかなこれ。くわ、見づらいな。長げ。おお。長。今日中に落とさないといかんのか。そうよ、今日中に落とさないと。あ、なんか写真変わったね。演出なのはわかるけど暗すぎ。そうだね。あ、あ、うん、うん。まあでもそういう多分調整なんだろうな。顔がとりあえず行けってことだなこれ。あ、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 と、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 と。暗いな。近いな。浸水するとこうなる。嘘。マジで。どっか横に行けるのかな。ちょっといろいろ考えてしまうゲーム性を。目に悪い。放送だとより分かんないだろうな。近い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 。めっちゃ近いめっちゃ近い。近くなった。戻れってことこれもしかして。でもなんか変わってんだよな。絶対。遠いね。途中の時計気持ち悪い。なんかちょっと見える。あー暗いよ。そして黒い、黒いよ。戻るか進むかぐらいしかやりようがない。鏡を通じて見るみたいな。赤ちゃんいない。暗い。超魂たくましいコナミのことだから何らかの形で再び入手する機会があると信じている。うん、そうだろうね。あれ、スタッフめぐるぐる頑張ったのかな。へへへ、みんな古典に気になってる。へへへへ、頑張ったんだろう多分。とりあえずは行くしかない感は強いけど。あれ、俺ど、え、待って。俺こっちだよね、これ。おうおう。行けるだけ行ってみよっか。でもノーマンリーダスも契約解除したからね、残念。ノーマンリーダス。目玉といえばパラノイアスケープ思い出す。なんでこんな早いんだろうこいつ。シャ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 。タイムアタック。お、なんだ。関係ないか。さすがにちょっとこれは俺戻った方がいいような気がするな。っていうかどっかあのトイレ入った時戻ったかもしれない。特に変化もないしな。早歩きしてる様を想像すると笑える。すごい、あれだけした G が消えて足が速くなった。つまりノーマンは主役の人ですぜ。 G が、俺がゴキブリになったの。でも視点高いな。ノーマンは主人公の一人。これ上の方、上関係ないな。やっぱ何かやんないこと、やんなきゃいけないことがあるのかしら。ん、遅いぞナッパ。避けろナッパ。ちょ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 、何かやるべきことがあるんだろうか。なんか音鳴ったね。ゴキブリ並みのダッシュできれば目玉で相手の指折れるってバキで言ってた。目玉で相手の指折れる。嘘。ハゲンナッパ。じゃあよし、ここらでちょっと戻ろう。痛い痛い痛い。なんかあんのかな。でも何もないわけにいかないよね。あれ、なんか2階の感じが変わってね。関係ないか。声がガロスペワラ。そうだよ。突然のハリケーンにお茶でむせた。本日2回目。ラジオ。でも今のところ
ヒントになりそうなことってないよね。目玉を真空片手ごま。なんでベニマル。ムエタイ使いだったのか。なんか聞こえる。なんか見たくないものをいっぱい見なきゃいけない感じなの。ベニマルあら。ティーカーコーン。やめろや。ファイターズヒストリー。サムチャイ？サムチャイだっけ？マジわかんないな。超必殺技伝授。ちょっともう書くことなくなっちゃってんじゃないかよ。まあ、しょうがねえよな。こればっかりは。さっきのバツボタンのところちょっと生きてるけど、もう最初はベニマルを釜かと思った。あーわかる。じゃあ服装がね。服装が若干男はしてるには。これだけ風景が続くと慣れて怖くなくなるな。そうね、なんかやめて、わらわらお茶飲めない。わらわら。あ、俺そうだ、ごめん。急にごめん。俺そうだ、あ、飲み物あったの忘れてたわ。和骨です。そろそろプレステ4ですか。そうなんです。それが頃にでかいのが来るのかな。便所で茶飲もう。多分高速移動させてびっくりなのかな。あー、なんかじゃあ出てくるのかな。おー、行けるだけ行ってみよう。これも変わんないしな。なんかさっき引っかかる部分があったからそっち行ってみたい。ない。てか俺どっちから来たんだからもう分かんなくなっちゃったな。それがもう、あ、これだ。あれ写真ね、バツボタンが。バツ丸、何もない。止まるんだよ音が。ちょ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 、ラジオも電話も、ラジオもね。道の壁の絵はなんかないのか。さっきの道の絵、道の壁の絵、こういうとこか。近っ、近い。お、お、ドアがある。お、ドアがあるぞ。電気、本当に電気がなかったのかな、あの年、あの時代って。あの辺、どの辺なんだろう。和骨です。これ先日友人にプレイさせてもらいました。クリアできませんでした。できないとかあるの。目玉じゃないのが。マジか、意外とむずいんだね。俺なんか時間でそのうちクリアできるのかと思ったけど甘かった。クリアするまで時間かかるのかな。とりあえず移動してみたい。目玉じゃないのがあったりね、あったりはしてて。この時間ぐらいだなぁと、なんか違いがあるとしたら。絵が下落ちてたな。嘘。え？もう過ぎた。へえ。823円のゲームよりよっぽど遊べる。おお、そうだな。あれはもうあれだから、基盤で欲しかった人が買うようなもんだから。これか、これか。あ、なんかある、下になんかあるけど。あ、落ちたの。ん？ん？しゃがめねえしな、このゲーム。ゲームなのか分からんけど。上見てみたら、あ、上にもなんかあんのかな。いや俺もさっきそう思ったんだよね。壁よく見て。壁をよく、あ、そっかそっか、絵が落ちた壁ってことか。うん、おい、マジかよ。ちょっと待て、なんかあったぞ。おいおい、ちょっと待て、ネタバレはやめろ。トイレだ。これサイレントヒル 4じゃん。え、ベッド、そこ。何、誰。我々ご主人、リスナーの中にも社会保障を十分には受けなくてはならない。なんだ、読めねえ。
サイレントヒル4だよね。サイレントヒル4。あ、あ、あ、あ。もう指疲れるから無理だ、これ。今、絵が落ちたとこの穴なんだ。穴あったよね。どうせこれ向こうから覗き返してくんでしょ。知ってるわ。あ、穴あったさっき中から見たら。え、え、終わっちゃったの。お、なんだなんで書いてあんの。やってしまった。なんだそりゃ。交換だったら水場所だな。そうなの。開いた。開いた。お前は仕事クビになり酒に溺れた。ほら、この穴だよね。彼女はスーパーマーケットでパートタイムのレジ打ちを始めた。彼女が家計を支えた られたのも、あの店長が彼女を気に入ったからだ。なんだよその話、覚えているか。今からちょうど10ヶ月前のことだ。誰がどこで喋ってんのこれ。終わったし。え、終わったよ。なんか変な話入ってきたよ。よく見っけたな、絵が落ちてるとこ。これやった人はいるんだろう。そう。なんか歩くの遅くなったんだけど。マジか、これ。おい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 。ぐるぐる回ってるうちにトイレとあの壁のあの関係、うわ、なんだ、色戻った。色は戻ったけど、絵が戻ってないよ。ねえ、あ、ちゃんとした設定があるかもね。なんか超綺麗な映像に見えるな、これ。最初こんなんだったっけ。ああ、こんなんだった気するわ。なんか耳鳴りするんだけど。なんだよー、お前ら。熊は、熊はなんだよ、子供とか赤ちゃんとかそういう話なのかな、なんか。暗いよ。どうせ突然出てくるんだよ。このゲームは初見が集まって、ああでもない、こうでもないって悩むが楽しいゲームでした。そうだねー、楽しいね。おー、綺麗。明るい。これが最初の明るさか。時間を、あ、時間0時になった。0時。確かに初見だからこそってのはある。暗いんだけど。あ、何？なんか光った？ちょっと待って。全然暗いな。入れるけど、あ、明るいね。なんか安心する。そうね。今の何？今の何？バグったんだけど。あ、なんか光が。なんだろう、最初でもこんな感じだったのにな。急に明るさを感じる。うえ、なんだ、画面がブレてんのか。そういう演出か。あ、書いてある。一緒か。これなんか、あ、出るわ。地獄から呼ぶ声、違う。俺を呼ぶ、なんたらって書いてあったね。呼ぶ声がするみたいな。おお、すごい。壊れたかな。ティアリングがずっと出っ放しみたいな。画面ブレてないけど。どういうこと？画面ブレてる。何が起きたこれ？何が起きた？音が、曲が、誰もいない。あ、こっちになってた。風呂。あ、これ、もしかして、うちのプレステ4壊れた？あ、違うの？違う、演出？ちょっと待って、これ。ちょっと待って、怖い。あの、ホラー以前に怖い。ちょっと待って、どこ行った？終わった。あ、クリア？わらわら。演出らしいぞ。気をつけろ、そのドアの隙間は分断された。あ、同じこと言ってるわ。俺なの、え？俺。まんまと。クリアなのこれ。あのさ、どんなホラーゲームよりもブルーバックが怖いみたいな。おクリア？クリア？新しいタイプの怖さは。今のはなんか G 出てたもんだって。嫌な演出だな。演出やだね。秀夫より嫌だね。戻ったの？なんなんこれ。笑い袋は？さっ
さすがの小島というか、ね、わらわら。ん？外に出られてない？ん？これもう外なのかな？読み込んだぞ今。おい、なんか色が違う。あれ？あ、え、一緒だよ。あれ？え？おい、戻ったぞ。なんだ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 。これでやっと進めるってこと？え？字もなんもないし。血はある。あ、これいるじゃん。お前いるじゃんか。何が起きたのこれ。意味がわからん。これでとりあえず進めってことか。ゴキブリもいない。ここから積んだ、わら。こっから先があんの、まだ。へぇー、まだあんの？また戻ったぞ。あ！ああ、あるか。あったか。なんか変なあったと思ったけど。まあ時間はかかりそうだけど、なんとかなるのかな。いやーでもすごいね、手探り感がすごい。またまたか。これなんなんマジで。なんか別にもう何も言わないし。あ、うん、そうね。何がキコキコ言ってんのこれ。お前か。あけおくん？俺を呼ぶ声がするか。地獄から俺を呼ぶ声、なんか曲が始まった。クリノッペ。また始まったじゃねえか。おい、鐘の音はなんだ。そんなのはなかったぞ。戻ってみる。いや、こっちからしてる。見えない。見えない。地獄から俺を呼ぶ声が。うん。中二かな。俺の頭には怪物が住んでいる。中二かな。赤、赤くなった、赤くなった。また赤くなった。時間は59分。なんだよ、終わんねえのかな、このゲーム。長いよ。いい加減長いよ。ちょっと、思った以上に長い。え、なんか、またか、待て。オッケーオッケー。道間違えた。これはいるんだもんな。てか、さっきマジでプレステ4壊れたと思った、俺。壊れたわーって思った。ブルーバック出ちゃったんて、これよかった放送でやっててと思ったけど。ヒデオの演出だったわ。トイレさんまでついに。ねえ、なんか、なんかねえかな。赤いだけじゃねえだろ、多分。おい、うるさいな。金。で、呼び声。ほ、どまんなよ、音。この声がしたら、どこ？どこだ？目的を探すのが難しい。懐中電灯に赤いフィルムついてるのかな？なんて色気？なんて色気だろう。どこから声がするのかわかんない。こっちだね、トイレだね。次枠です。次枠で多分終わり。わあ、びっくりした。なんか出た。また出たー。あーらしいね。あったね。これで進めんのかな。まあ進めるときは進めやいいんだよね、このゲームね。ルールは大体分かった。ただ何かしらある。あ、赤くなくなっちゃったよ。はい、次枠。はい、次枠。いやー、なんか怖いけど、やれないことはねえな。もう無理、もう無理みたいなことはないな。月枠です。いやー、すげえな。久々だな、ほら。暗すぎるな。
さっきの壁の穴もさ、こんなに暗くなかったら、なんか画面乱れたね。見逃さなかったみたい。この、あ、これ0時になった時間なの、あれなのか、時計なのかな。所長さんはコツで。あ、犬さんいらっしゃい。おい、なんか声するぞ。はコツです。エンディング期待してます。エンディングか。何かどうす。引き続きよろしく。わこ。ここだよな。わこつじゃけん。エンディングペレ。ペレ？LED。エレクトダウンだっけ？あ、水、水溜まってるぞ。溜まってたっけ、水なんか。ど、あ、これ所長さん、ついにプレスポを買われたんですか。買ったね。モータルコンバットやりたさに。お母さん、赤色は大嫌いです。何の話だよ。あれ、声しなくなっちゃった。枠ごとに聞かれてる、わら。そうだな。仕方ない。え、ラスワークかどうかわからんぞ。これクリアできたらラスワーク。いや、ラスワークじゃないと思うけど、まだやってねえこといっぱいある。エキサイティングは買いに行かなきゃ。コンビニにちょっとアイスを買いに行って、エキサイティングアワー買わないと。でもエキサイティングアワーだけだと1枠持たねえな。いや、プレイは1枠持つけどさ。枠。モータルコンバットはもうちょっと、待ちたい。暑いからホラゲはいいね。ただすげえ暑いんだよな。もう行こう。空いてるし。何も変わんなかったね。今回出なかったのあれ。わーみたいな。まだできんのかな。何それ。キノコ狩りの男。キノコ狩りの男。暗くなったな。うんうんうん、違う。わこ。いらっしゃい。クマは何もない。窓は何もない。なんかここはずっと開いてるの気になる。え、和骨です。見てたらフリーズしたので再起動。マジで。お金。この金がなんか関係ない。いた。あれ、どこ行った。いた、いたな。今音止まるな。どこ行った。和骨です。あんな野郎。あれあれ、これって PT？ うん、じゃないですかい。そういや所長さんの動画見たよ。ありがとう。ありがとう。セガサダンジョキ編な。ホラーゲームだね。あんまやんねえからね俺。やってもいいなと思うんだけど、なんかあんまやる機会ない。夏は別にやんなくてもいいと思うし、みんなやってるし。俺があんまホラーゲーム怖くないからさ、まあ、びっくりするやつは嫌だけど。ねえ、どこ行っちゃったね。スワーンって行ったね。おう、あ、緑。おい、緑来たー。なんだこれー。ついに色変わったぞ、また。目に優しい。緑だねー。なんだろう。癒やしなのか、これ。やっぱあの鐘の音が関係ない。ちょっと待ってよ。待てよ。まあ、これは関係ないけど。ここにいたら鐘が鳴ったってことは、これが時間変わったってことだよね。ついに時間が経つようになった。あ？カチカチ言ってるぞ。サターン上級にブレインデッド入ってて、一生所長についていこうと決めたぜ。マジで？ブレインデッド13。あれね、友達とすっげえ、紙にメモ取りながらやってたんだよね。目薬の代わりに何が、お、ちゃんと時間変わったね。最近のホラー映画でよく見る杉浦先生。ええー、そうなの。もう、もういいな。近づいたらシュッていう四角いやつが来たら注意な。ちょっと待ってね。近づいたらシュー、四角いやつ。
何の話だそれ。え、緑じゃなくなっちゃった。これなんか逃したか、何か俺逃したか。なんかナスタードみたいなのあるな。匠じゃないですか、やだー。マイクラやね。そういえばあと3日でここのコミュニティが5周年だそうですね。で、いつの間にプレステ4買ったんですか。今日届きました。注文したやつが。プレイステーション、ソニーストアかなんかで。注文したやつが来て、で、このゲーム、この PTT 今やってるやつが今日までなんだって、配信が。だからちょうど落とせるわと思って落としてやってます。これは無料でこんだけ遊べたらちょっとすごい得な気がするな。まあでもまたキャンペーンかなんかやるんじゃない、ちゃんと正式にね、サイレントヒル決まったら。もう二度と手に入んないっていうのはもったいないよ、これ。これからプレステ3、じゃあプレステ4買う人っているだろう。プレステ4はコントローラーにヘッドホン繋げられるのが地味に嬉しい。そうなのこれ。ボイチャナじゃないのこれ。へぇ。どこで鳴ってんのか、また行くか。だよね、これは無料の体験版、体験版じゃないんだけど、どこ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 、いない、ラジオ、いやこれはもう多分永久にお蔵入りです、ね、マジでマジか。あー、なんかいる。なんだ、ゴキでもない、ゴキでもない、何かあいつも関係ねえみたいだな。地獄からよ、俺を呼ぶ声がする。雲雲っぽいね。上級編だけじゃなく上級者用もお願いします。上級者用また別の話だもんね。あの地獄級というのが多分そっちになる、デスクリとか。そっちは完全なる選ばれたごく一部の人間だけが楽しめるもののラインナップ予定。この手のゲームはホラーが苦手な女の子にやらせてその様子を見るのが醍醐味。そうだな、そうだな、それだな。これこれ、この声がしてる間に行くとか。あとはもうダッシュ、ダッシュだな。後ろから首筋をつつっとな。キャーキャー騒ぐ女子は苦手。一瞬部屋配信してるかと錯覚。ああ、マジか。昔ゼロパーキングさんいらっしゃる。生主いたな。男だったけど。気絶？チンコ蹴ってやるもん。そんなやつ。野球券とか入ります。野球券は入んないと思うけど、ソシエッタは入ると思うよ。野球券別にそんな言うほどのもんでもないっしょ。人はまたすごい。ね。そのまま死んじゃうよ。周りにいる女の子は軒並みホラーが平気だよ。いや、俺の周り意外な人がね、意外とホラー弱くてね、ゼロの動画を一回アップしたことあるんだけど、もう前に進めなくなって、もういいよって、早くやれよってなった。苦手なのは男衆のみ。男衆。ゼロは確かに怖かった。怖かったかな。いきなりなくなる方が怖いと分かった。なんやこれ、ゲームに見えない。そうね、ゲームっぽくない。ゲームしてないからね、画面に一切この体力メーターとかないしさ、残り時間とかもないし、そういう意味ではゲームっぽくないね。雨降ってるね。アメリカンホラーよりジャパニーズホラーの方がねちっこくて怖いな。なんかあの日本のホラーってあんま臭そうじゃないよね。匂いがうわってくる感じじゃない。海外のやつは匂いそう。臭そう。ジェイソン臭そう、みたいな。ジェイソン一作目ってジェイソン出てこないんだっけ？ホッケーマスクとか。わらわら。いやいや、なんで笑ってんの？おお、金。この金なんかヒントなのかな？ジェイソンの母ちゃん。ジェイソンの母ちゃんか。母ちゃんが殺したんだっけ、子供。海外のホラーはプロも入ってるね。そうだな。マスクは3作目からで1作目はお母さん。3作目からなの。怖いゲームやってる時はなんで俺金払ってまでこんな利用してるんだろうって思った。あのね、僕はゲームの店やってた時にサイレンを売りに来たお客さんにどうでしたかって聞いたら、なんで俺金払ってるのにこんな嫌な思いしなきゃいけないんだろうと思って、いや売りに来ましたって言ってたよ。なるほどって思った。M すぎるなと思った。これ何なんだろう。わらわら。俺金払ってるのになんであんな嫌な思いするんだろう。正直者だな。そうそうそう。わかるわ。もうクリアしたんですかとか、面白かったですかって聞いたら、いやいやいや。正論。
これ金払ったのになんでこんな怖い思いしなきゃいけないのか分かんなくなったんで売りに来たって言ってたからさ。ああ、これまだ。なんだって苦行で。なるほど。そう、いや、だから、ちょっと難しかったりとか、あまりにもちょっとまずいとね、なんかなんで俺これやってんだろうみたいになってるんじゃない。これ、1時1分まで待てってことなのかな。海外のホラー映画でショーン・オブ・ザ・デッドって面白いです。読めなかったけど、この俺この字出た時なんか知ってんだよね、何が起こるか。これ死ぬ時、死ぬやつでしょこれ。死ぬやつでしょこれ。俺知ってるわ。今誰か喋ったでしょ。敵シズアマン違うわ。ブギーマン。あれはコメディだね。あれ最高だったな、バットマンのサントラ。ドドシリーズはやってて、あのさ、ショーン・オブ・ザ・デッドの映画の人って全部面白いよね。ホットファズとかやつがすっげえ面白かったもん。前情報どこどこどこ上イタリアンも大人になってから見たらコメディだったあり得る。一理ある。カメラ撮る時にゾンビも一緒にカメラ目線になったりね。フィースト、フィースト、フィースト知らね。ゾンビランド面白かったな。あ、マジで。おお、おお。なんていうか日本語化してじゃんと、こういうの。時間は変わんない。なんかこの辺にヒントがあるってことかな。あ、顔があるね、なんか。なんか心霊写真、うっそ心霊写真みたいな顔がある。え、こんななんか葉っぱ落ちたっけ。アリアンの火付け役ですね。ゾンビランド見た後あのアメリカのお菓子食べたくなるんだよな。ショーンの2人はルームメイトだった時もあるんだっけか。本当にってこと、まあ、お分かりいただけただろうかね。リプレイトゥインキーショーテショーテイ。何か起こりそうで起こらないよ。その文字が出ると何か変化が。あ、そうなの。あれはいいことなのね。静電気。進んでみようか。兄さんの頭が痛いよ、兄さん。ナイトヘッド。こいつは言わなくなったな。の学校は今日も登校日なんだろう。なんでだろう。兄さん。おい、びっくりしたよ。逆にびっくりしたわ。あれ？え？今鏡になんか映ってた？自分じゃね？もう一回見てみようか。お前違うわ。笑。なんだって。また金が。おい、イカ八郎。タコ八郎のあれなのかな。あ、なんか今、そう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 。声込めで驚かせるんです。違います。これ自分の顔見えないんだよな。水の溜まりが変わんないな。この穴なんかありそうなんだけどな。もうさっき見たけど。怖い。お、こういうあれないのかな。バッテン押すとみたいな。おう、ちょうど乗った。何？ああ、びっくりした。これか、これか、これで、あれ、これで0時のまま行くとかないの。プレステ4といえばムグスが気になるな。あ、壁とかに書いてる文字になんか意味あるんですかね。あるんですけど、今んとこもうそのセント君が出てこないかな。さっきあったそれ怖いよ。ミクだよが暗いとこからグワーって来たりとか。壁の文字は消えちゃったな、一個な。電話もなんか意味ありそうであんまないな。ないよな。数字言ってたんだよな、さっき。戦闘優が出てくる？誰？何それ。飛竜の剣。何があるんだろうな。知らねえ。元ってなんだ、元って。元プリンスぐらいしかわかんないわ。トイレットペーパーそこに置くかね。おっと、金が鳴った。金が鳴、でもそういうゲームなのかな。
ギャー、はい、格闘系に行ったんだっけ、センタタカユー、ほう、なんか声するよ、絶対しけっちゃう、あの鐘を鳴らすのハーナーだ、どこ、ここじゃん、あ、あ、いたいたいた、引っかかっとるやん、なんもないの、いなくなった、いなくなったよ、ブルブルしてる、すっげえコリジョンの狭間の、めっちゃペロペロしとる、わらわら、初めて見た、初めて見たってなんだ、知り合いの声に似てて、ぶんな、やだよな、誰だあんなこと言ってくんの、あははは、は電話でプルプル、でも電話っぽい声だったよな、今ね、トイレ貸してあげよう、ねえ、言っていいのに、トイレ貸してなんて言わなくてもね、ガタイよかったな、やだなんて言わない、あれなら4の字固めで勝てそうだよ、何の話だよ、だから SBS 中毒かな、コラーゲン満点なんか音が電話っぽいんだよな、コラーゲン、さっきの金が、なんだ、あ、いいのか、あれを見たことによって俺はなんかあんのかなとか、ああいう声がしたら絶対どっかにいるのかな、で、それを探していけばみたいな、バナナの皮なのこれ、あれもう無料配信終わっちゃったのかな、 PT 本編がストアで見つからない、体験版のとこに確かあった気がする、坊さんなら素手で勝てる、坊さんは勝てると思うよ多分チェーンソーを吹かしてるだけで逃げていくと思う、鐘が鳴った瞬間入りてえな、幽霊はやだな、幽霊はやだって、じゃあ何ならいいんだよ、来た来た、あ、緑になった、これか、これなのか、259分、いっ、音止まる、優しい世界、緑、緑、これ緑の時なんか白とかいうことなんじゃないのかな、なんか声がした気がする、呼び声は、やだな、チェーンソーを振り回しながら走ってくんでしょ、グレゴリーホラーショーで鳴らすとか、グレゴリーホラーショー、ホラーなら赤ですぞ、赤はね、もうあったんだ、さっきで、なぜか今緑、また声とかしねえかな、お前かなんだろう、あれ文字とか増えねえし、いや、この手探り感たまんねえな、スコープ的な、なんか見えないもんが見えたりすんのかな、そんなわけねえな、 SF 感がなった、この鐘が鳴るとなんか声が聞こえたりする、さっきの雲、いた、見えないもんなら散々見てきたでしょ、わら、へへへへへ、確かに目かい、ホラゲーはこっち、お、来た来た、ホラゲー、女の子のプレイング後ろからニヤニヤ眺めたすぎた人生、いた、1分経つ前に進むとかあんのかな、ねえ、このゲームのリアクションが面白い、リアクション、リアクション動画か、公式のやつかなんか、わらわら、なんだろうね、あんな肉眼で見れたらちょっとマジで、話しかけちゃう、コブラクロー、あ、色戻った、ゴールデンアイみたいな動き、時間が鐘が鳴る前に行けってことなのかね、紙ならあったね、電話かな、じゃね、飛びっこ聞きすぎ、飛びっこって、あ、飛びっこって、あの飛び魚の卵じゃねえんだ、これで1分経つ前に回ったよね、わら、ゴールデンアイ血のり怖かったな、そう、デレッデレってやつ、あれか、あれの血がダラーってやつ、怖くねえだろあれ、笑ってたわあれ、あの死ぬ時の曲、さっきのやつ窓の他にいたのと同じ、ね、同じっぽいけど、なんかなんか関係あるのかな、色変わんなくなっちゃったから多分何も起こってない、タイムアタックみたいなやつ来たもんだって、鐘が鳴るのと人がいるのと、
奥さんかなんかじゃないの。ああ。で荒ぶるんだよね、わら。じゃああれが出てきてどっか探していけば話は進むのかな。修学旅行運なの。64持って行ってゴールデンアイやったの。いやいいな。時間探索逃げホラー最近ないな。そうだね。てか最近脱出系って流行ってないのかな。一時期すげえ流行ったじゃん。脱出系。なニコ生。2002年ぐらいかな。うん、わらわら。運って運ゲーなの。今100本動画見てたらショーやってたすげえ。いらっしゃい。所長から見る映像は相当リアルなんだろうな。放送でも多分そんな変わって、あ、変わってるかな？どうだろう？これ超リアルじゃね？この電球リアルじゃね？あとこのクマリアルじゃね？止まってると綺麗だね、多分。運だったのか。運なのか。正しいフラグは誰も解析できてない。あ、そうなんだ。なんかこうやったらできたけど、正しくはわかりませんってことか。うん、あ、フラグの高、なるほどね。あ、なったよ。あ、来た。どこだいつ。ねえ。ゲーム性の方に集中しちゃう。どこにいんな。お、来た。おい。おいおい。どこ。右上上いや、いない。どこどこどこ。赤子の声がしましたね。したね。話進んだかな。ピチャピチャしてたりして。あそこ。ここから6時間かかったらクリアできた。ははははは。時間ダメだ、終わっちゃったって言ってると来るのかな。ドビヤーって。はい。リサ許してくれ。めっちゃむずいって言うもんね、これやった人。あ、そうなんだ。さっき字が出たのが気になるな。ここら辺で字が出た。放置してたら、こんなゲームいからくって言われるんで。たけし。ブルータルレジェンドから飛んできました。ありがとうございます。半端に綺麗にしているから余計に怖い。ああ。いい使い方ではあるけどな。無駄ではないよな。雰囲気を大事にするゲームって、やっぱグラフィックに依存する部分もあるからさ。もちろんその、グラフィックが綺麗だからいいっていうわけでもないけど。マジかよ。いよいよ。あ、2時間がやってないけど、その1時間以上やってるかもね。なんかバシャバシャ聞こえる？フラグを立ててるな。なんかだから相当運が良かったとかなんでしょ。運というか偶然。でもこれは没入感数っぽいわ。うん、すごい。これ FPS し、あ、来た。 FPS 視点のことにすごく意味あるよね。うん、あ、え、4時間やった。やーべえな。やるか。まあ今日もうやることねえし。聞こえるぞ、聞こえるぞ、聞こえるぞ。最初はコナミ制作ってわからないようにわざとエンディーズゲーっぽく雑に作ったらしいけど。雑に作った。アタ勢はちょっと頭にインテル入ってるからね。なんだって、出らんなくなった部屋から。あ、違う、出てた。クルーとか買わないの。クルー、あ、車のやつ。こっちにいね。いない。あ、いや、モータルコンバット買ったよ。最新版。わお。Xbox One も最初に買ったのはモータルコンバット。またデマが多いから、攻略がどれが正しいかわからんという。それなんか公式がやってんじゃないの？意図的に。友人宅でやってて帰らなきゃだから4時間しかプレイできなかった。マジかよ。4時間もかかんの？これ。さっきの G は何だった？ G は。ドルアーガ的な？クルーはドルアーガ。やりたい人がいる。あ、やってるんだ。へぇ。クルーって車のやつだよね。目玉のとこからまたこういうところに戻すのはセンスやなと思う。そうだね。なんか一回こう終わったと思ったらまた同じ。あれだって、あれで進んじゃったらすげえゲームしてるもんね、言ったら。あれで終わって、みたいなことだとさ。あ、何も進展がない気がする。そうそう。
エボルブとか楽しそう。エボルブ、エボルブ。あー、エボルブ。あの4人なんだ、モンハンみたいなやつだっけ、 TPS、FPS みたいな。さらに狂った演出に走りそうだもんね。っていうか、あのインフレするだけじゃなくて、だからいや、あのゲーム性、なんか話がそれで進んじゃうとなんかゲームっぽくなっちゃうじゃん。ってことだよね、多分。フロントミッションだろ、知ってる。違うわ。クルーもエボルブも PC であるからね。ああ、そうなんだ。フィットネスを買うほどでは、そっちのエボルブか。そうそう、フィットネスエボルブでもないし、フロントミッションでもないし、金が鳴るのがなんか関係あるかな。関係あり、関連性がありそうなのはあったかな。くれえな。ああ、そうか、幽霊探そう、幽霊。クリアできなかったけど文字表示された後変化のヒント言っちゃダメ。書き食えば。文字表示された後の変化のヒント。あ、ちょっと、どこだ、この人なのかな。映画のエボリューションのゲーム出ればいいのにな。エボリュー高鬼、いや違うわ、ケツの穴のやつか。あれいないよ、来なくなっちゃった。なんか、そうそう、わら、なんかあんのかね。出かけてましたわ、コツです。おかえり。金が鳴るのはいいけど、来た、どこだ、左、いたいたいた、やべ、変化ね。お前もなんかあんのかな。ビルティアは綺麗だったな。ブルブルしておる。さっき見た。さっき見たよ、戻ったね。メンマ、見つけた。メンマ、エクトカムよくいるのに似てる。いやだよ。すごいプルプルしてるね。それが怖い。怖くない。わら。もう怖くねえな。もう、ゴーストバスターズ呼び出しましょう。やだなぁ。で、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 あれが、これ、あれがこの屋敷に、なんか退治しに来たらやだわ。ゴーストバスターズの映画、撮れなくなっちゃったんだっけ、死んで人が。リアルにいるのかよ。怖いよ。逆に怖い。あれが出たらもうギャグじゃないか。笑。ね。あの曲とともに、あの車でやってくる。お、もう終盤ですか。わからないんです。多分缶の原型が残らないと思う。いやだからマシュマロマンとか出てくるんでしょ。ゴーストバスターズ好きだったな。ゴーストバスターズなんか面白かったよな。マシュマロンが出てくるんだな。マシュマロンっていうのあれ、マシュマロマンじゃないの。金が鳴ると、イーゴンなくなったから。イーゴン、メガネの人だっけ。あ、なんか色青くなったんだけども。ミシュラン違うわ、似てる。ハーゴン、ハーゴン、ハーゴンのドラクエっぽいの。なくなっちゃったんだよね、あの作るリメイク決定じゃ、リメイクつか続編決定とかしてる、いろいろもちゃもちゃしてるうちにさ、もちゃ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 。ブラックライト違う、あ、そうなのかな。ブラックライトか、そういうゲームじゃねえと思うけど。リメイクないのか。リメイクとか新作作ろうとしてたんだよね。そうなのか。そしたらなんかごちゃごちゃしてる間に一人死んじゃってさ、役者さんが。だからなんかもう作れなくなっちゃったみたいな話だったよ。これも雑談枠や。そうだね。なんかどっかにブルーじゃねえ、字が浮き上がるとかないの。そういうゲームじゃねえんだろうけどな。天井とか見、鐘が鳴ることに対するヒントがあまりないな。でも変化はしてるよね。なんかもっと怖いゲームだった気が。違うのよ。さ、あの怖い時間、怖い時間は過ぎてしまったのよ。てかだってこれ何枠やってんだよこれ。いやいや、もうあれギャグ映画だから大丈夫。クジャクコ一方様あたりかな。疲れ眠る。よし来た。これ自力でクリアするのかなり難しいぞ。お、さっきと違う。いた。いや、一瞬、一瞬過ぎて分かんなかった。あ、自力でクリアするしかないでしょ。暗くて分かんねえよ。次は、緑になった。スターズはホラーじゃなくて、うん、ホラーじゃないよね。コメディホラー、コメディ、コメディホラー、恋愛コメディ、あれ。お疲れ。次枠です。もうちょいかかるねこれね。でもなんか幽霊が出るあれが変わったね。オツです。緑の時に何かやるべきなのかな。緑の時に緑を見るとかそういうことじゃない。